このですね、この石が誇張石といって、まあ、虎が飛んでいったという、まあ、伝説になるんですけども、実は今水が少ないんでこんなに綺麗に見えてるんですが、実際、7、8月になるとこの程度、これぐらいしか、ちょこっとしか上を出さないぐらい水に浸かるそうです。でも今は水が綺麗ですね。エメラルドグリーンのような水がずっと流れてます。これ見てください、この山、もうてっぺんから下まで 3000m ですよ。ちょっと信じられませんね。これはね、もう自然の力は偉大ということですね。まあ、人知を越したもう天の力がこういうところに働いてるかと思うと、まあよくぞまあここまで見に来た甲斐があるというもんですね。風ぐらい負けちゃいられませんよ。まあ高山病もなんとかシャングリラの 3300m から 2000m ぐらいまで来るとだいぶ良くはなってきましたしね。昨日の温泉も効いてるかと思いますね。見てください、この恐ろしい流れ。いやー、こりゃ恐ろしいですね。虎もビビるんじゃないですかね、こんな流れは。いやー、すごいなー。